変わった構造ね。どういう遺跡？変わった構造ね。どういう遺跡なのかしら。調べて分かったのは、雷について研究をしていた場所ってことぐらいか。気象現象の研究なんてウェザリアみたいね。ウェザリアを知ってるのか。ええ、行ったことがあるの。ウェザリアに興味ある？ははは、探検家として興味ないわけがなかろうよ。しろよ、ゴムゴムのガトリンガー！ぶった切る！鬼切れ！いい斬撃だな、ゾロ君。あんたの銃もやるじゃねえか。もっと強くなるぞ！しよ。やった！ようやく海の俺が。装置があるな。すごい、この装置雷雲を発生させてるわね。クリマタクトとは違う仕組みのようだけど。そこから雷が床を伝って走ってる。しかしよ、ここで雷を研究してたってことは、浜で降ってきた凍った雷も何か関係あんのか。そうね、無関係ではなさそうね。じゃあサニー号が飛ばされた時に見たあの空のでっかい目も関係あんのかな。あれは多分蜃気楼だと思うわ。ただそうだとしても得体の知れない何かが映ってたことには違いないけどね。すごい装置もあったもんだぜ。結局この光は何なんだ。切られる覚悟があるならな。竜巻！一発で決めてやる！必殺！火薬星！まったく。こんなとこ。私よ。海。なるほど、これを切り替えて雷を扉までつなげれば扉が開くのか。
今の力を試すにはうってつけだな。竜巻！やるじゃねえか。ゴムゴムのガトリング！天候の科学、とくとご覧あれ。ただ働きだったら承知しないわよ。怪物。止まりだったりしねえよな。だよな。ああ、下に電気が通ってりゃな。今の力を試すにはうってつけだな。ナミ、気をつけろ。あんたも頑張んなさいよ。やるか。ゴムゴムのガトリング。修行にはちょうどいいな。俺
じゃあやってやるか。修行にはちょうどいいな。鬼俺が相手だ。ゴムゴムのガソリンだ。狙うならあっちにしなさいよ。はっ。声お嬢ちゃん。よっしゃ。力が戻った。お、さっきの装置。今度は2つあるみたいだな。ご注意ください。ゴムゴムのデッドロック。ガス、ガス、ガス。俺は戦士だ。みっともない姿は見せねえ。まったく海。何かいいもんが。これは石板ね。何が書かれてるか分かるのか、アロビン。もっといろいろ調べてみないと。これだけじゃ分からないわ。
悪いが加減するつもりはない。その力果たして俺なんか光ってんな。この程度なら俺に任せろ。引かねえなら切るまでだ。竜巻！覚悟しろよ、ゴムゴムのピストル！やるな、ルフィ。めず。光る壁を消さねえと、イカズチの巨像にはたどり着けねえらしいな。この電気を止めるスイッチはないのかしら。床に通電させる装置があったくらいだし、電気を止めるスイッチもあるはずだけど。よし、じゃあ近くの部屋から探していこう。女だと思って舐めてると痛い目見るわよ。竜巻やるぞ、ゴムゴムのピストル。まだマリモチか。はしごだ。
あったぞ、装置だ。やってやるか。覚悟しろよ。ゴムゴムのピストル。俺がまとめて相手してやる。あんたたちなんかお呼び。行くわよ。サイクロン。怪物と今の力を試すにはうってつけだな。邪魔だ！ゴムゴムのガトリンだ！くらえ！見たか！これが黒カブトの威力と俺様の実力だ。
どこまで続いてんだ。装置のとこまで行けたらいいな。ずいぶん長い穴だな。よし、ちょっと急ぐか。とりゃー、おお、ようやく出れたぞ。よし、やってやるか。来いよ、切られる覚悟があるならな。竜巻。さあ喧嘩だ。ゴムゴムのガトリング。おい見ろ、ただかなり上から伸びてきてるみたいね。下も見てみようぜ。こいつがイカ槌の巨像かよ。古い紋章がついているわね。炎の巨像と同じものだ。そうか、じゃあこいつを黙らせりゃいいんだな。あの巨像、雷を操るみたいね。雷なら効かねえ。よし、じゃあ後のことはルフィに任せた。ウソップ、あんたも戦うの。相手が強そうだからって、必殺火薬星。いけるか。ゴムゴムのピストル。よし、行くか。竜巻。
雷の…あの巨像を倒せるとは…この力があれば…チケッ…いや、よっ今の…大丈夫か、長花君よ。すまねえ。アディオ、おめえすげえな。そういえば言い忘れてたな。俺はコテコテの身の能力者。この手で掴めるものなら何でも受け止めたり動かすことができる。見ての通り、雷でさえ掴めりゃこんなものだ。もっとも生きてるものはつかめねえな。それに洞窟の入り口の雷撃のように無数に落とされると対処できねえ。腕は2本しかねえからな。だが俺の視界に飛来する攻撃ならことごとく防いでみせるぜ。そう、俺が一緒の時は攻撃に全力を注いで構わない。全員俺が守ってやるさ。助かったぜ、アディオ。お前には俺も一目置いてたんだよ。ああ、体を張って仲間を助けるのを確かに見た。うさんくせえ野郎だと疑っちまってた。悪かったな。気にするなよ。リムが迷惑をかけた詫びの代わりさ。ん？なんだ？ん？こいつは…どうした、アディオ。いや、珍しいものを拾ってな。俺が間違っていなければ、ワフルドを冒険するのに極めて重要な代物だ。少し調べてみようと思う。何か分かったら、すぐに教えてやるよ。そうか、分かった。あの光は何だ？わかりません。でも、あの光が灯ってから一帯の潮の流れも激しくなっています。あるいは、嵐の予兆ではないでしょうか。あいつ、何を企んでやる。一体目の巨像が倒れたか。想定外の事態だな。どうする？万が一あれが目覚めたら厄介なことになるな。だがまだ蓋が開いたわけではない。